より大きな獲物を狙っているっていう気がするのよ。ほらこの看板。撮れてるかな。はい、こんにちは、ケンオウです。ごめんなさい、間違えました。改めまして、こんにちは、ケンオウです。今日やってきていますのは滋賀県と京都の境目にある朽木村の周辺だとは思うんですけど、そちらから京都方面にね、向かう道に来ています。滋賀県道781号線って記載があったので、今まあまあそこに来てるんじゃないかなと思っています。ここね、多分過去来たことあるんじゃないかなって気はするんですけど、のんびり今日は走るかなっていう感じがありまして、まあ、南へ行くか北へ行くか東へ行くか西に行くかっていろいろ考えてて、あんまり京都北は行ってねえなっていう感じがありまして、京都の方へやってきております。特にねこれといった目的があるわけではないんですけど、美山方面にね、美山の茅葺きの里あたりをぐるーっと回って帰ってこようかなと思ってるルートをいろいろ探してて、でここに細道を見つけたっていう感じですね。結構な細道だと思うんですけど、ただ先から車バイクがちょいちょい走ってるんで、まあさほどそんな荒れてる道ではないかなと思うんです。気軽に今日はツーリングしたいなと思います。それでは行ってみましょう。出発です。この道はあれ落石、毎度おなじみ落石注意の看板でございます。慣れすぎてちょっと注意力を散漫になってしまうのはやばいので、まあいつも通り注意はしていきたい。でこぼこがありました。でこの道は先ほども言いました京都のですね、三千院、大原から三千院の方を登ってきた道、登ってきたというか北上してきた道でして、まあ昔からねこの京都大原は京都の避暑地って呼ばれてて、涼しい場所という認識が私もあるんですけど、涼しい、本当涼しい、まあ、水辺が近いって19度ね。今日は最高気温25度ぐらいの予報だったような気がしますけど、うわ寒いちょっと寒いかなって感じるほどの、メッシュジャケット直撃っていう感じの寒さ。荒れてないって思ってたんだけど、汚れてはいないけど、でこぼこ分かります？ガタ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 って足元すくわれちゃう。整備されてるからああいう乗り面がね真新しいというか、でも改めて今真新しいものをするというよりは、一回崩壊したやつを新しい企画でやり直したっていう方が正しいのかな。ん？お、ちょうど12時だ。時報かな、まあ鳴ってるんだけど、18度って表示されてたな。さっきから1度、さっきから1度下がった。寒い、体感温度が寒い。ここはまだ地図上では入り口じゃないかなって気がしている県央でございます。あー綺麗な道、あーこれならさっきとは全然違うな。車1台分しかなかった道に比べりゃ、そしてあー麗しのセンターラインが崩れて、お食事どころもあるじゃない。ほらあれ、いやいや、まだセンターラインの影はある影もなくなった。うん、センターラインっていう贅沢は言えなくなった道だね。
広なった。これはというかあれか、狭なったり広なったりをこう繰り返すという天国と地獄を、希望と奈落のとこへ突き落とすというそんな感じの構成されたような道でしょうか。この時期いいよな。ちょっと寒いぐらいがいいわ。下道暑いもんな。セミもまだ鳴いてないしね。物静かに走れる。嫌な汗もかいてない。まあ道がねこういう感じの細いけど気持ちがいい道なので、おーいいね。見てられる感じの差は、まあ、距離はねそんなに長くない道だったと思います。どっちだろうこれ、右です左ですを言わなくなっちゃった。多分じゃあこっちか。本番になるのかな。あーもう芝生と言っていいのかわかんないんだけど、綺麗な緑だわ。うわのんびりたまらん。うん、緑がほんと青々としてて綺麗。源流っていう感じのする、だいぶさっきよりもだいぶ川が狭くなってきた。源流の方に上がっていってんだね、これね今ね。水が見た目にも冷たそう。川なんかなこれ、その農業用で治水されたところなのかな。臨時柵だと思うんだけど、これ隙間が結構空いてるように見えちゃうんですけど。隙間がでかいっていうことはより大きな獲物を狙ってるっていう気がするのよ。ほらこの看板、あれ本番、あ、ミツバチだ。あ、巣箱があった。これリアルで見たの初めてやな。多分だってハチ怖いじゃない、ミツバチとはいえ。もちろんいたずらなんかはしないけど、昔ね、もう家の軒の下とかにねミツバチとかアシナガバチとかが巣を作っちゃって、何度も駆除したことあるけど、ごめんねとか言いながらね。道としては荒れてないけど、とっても気持ちがいい、楽しい。あーこれいいな、いい場所だな。なんかでっかい石落ちてたけど、整備がちゃんとされてる、定期的にされてるっていう道だなこれな。ほらじゃあ 今が本番ですかね。ガードレールあるもんな。すげえ道、よいしょ。急な U ターンも怖いな、なんせ下手だからな。おー、くねくね道じゃん。ちょっと止まっちゃってですね、写真を撮っときましょう。出発しましたが、ちょっと軽く写真を撮ってみたんですけどね、写真を撮ったらルート案内が消えてしまいました。
ない。おかしいな、ルート案内拒否して、拒否じゃないわ、中止していないんやけど、はい、はいも家も押してないのに、ツーリングサポーターさん、もう無言になっちゃった。まあまあ地図上は一本道なんでね、ただこれ抜けた後どうやって宮間に行っていいかがわからない。宮間に行こうかなーって、宮間のねすれ違う野営欲を集められるかなと思ってたんだけど、ちょっと出発が遅くなりました。昼頃には向こうに着けたかったんだけど、今が昼、高速道路の渋滞は全く考慮してなかったっていうのがね、いけませんね。そうそう、高速道路といえば今年もやってきましたツーリングプラン、こうあの各種 JH が設定しているバイク用のツーリングプラン、まあ ETC 割引お得プランってやつですね。これをね、京都縦貫道、京都縦貫道で合ってんのかな、京都から、舞鶴方面に向かう道、それから大阪を中心に琵琶湖方面、福井県の方、まあ、敦賀とかに渡る線、この辺りのですね高速道路、これをですね昨日まあルート作成している時に高速道路を使うかなと、ガンプラが入荷したという連絡が来たので、それが奈良県ですからね、お店京都行って奈良に行くかどうか、もう昨日散々悩んでたんだけど、ツーリングプランがあったので、どうせ入るんだったら高速使うかということで、結構ね、あの大阪から見て北側の地区の高速道路、さっき言ったね舞鶴方面のところと滋賀の方の琵琶湖をぐるっと回って北向きに上がる敦賀の方へ向かう道の、まあ 高速道路の道、この辺りが、まあ、指定された区間はもちろんあるんですけど、その区間の中であれば乗り降りは何回乗ろうが、どんだけ回数乗ろうが、上限いくらっていう感じになっています。ちなみに今回は3600円でした。2日間ですね、土日なんですけど、2日間で予約というか申し込みをして3600円、申し込みには安全宣言かなんかをサイトに行って、私は安全運転しますねみたいなね、いろんな規約内容を読みましたよみたいな感じのことをするんですけど、二輪のねルート設定している時に高速道路、今回の計画上では6700円って出てたんですよ。もうその時点でね3600円の方が絶対いいと思って、直前で申し込んでもこれ使えるんでね、あの高速を使われる方、 ETC で使われる方、ちょっと遠出ですね、まあ、2日間だから行って帰ってくるっていうのを想定していると思いますんで、どんどん活用していって楽しんでツーリングをね、ちょっと足伸ばすみたいな感じでね、楽しんでいただけたらいいかなと思うんですよね。和歌山の方に行くのが3日間だったかな、ちょっと値段覚えてないけど、ちょっと値段上がったかな。ETC の割引といえばね、まあ、今まではずっと土日割引っていうやつがありましたけどね、あともう一つ名前忘れちゃった、正式の名前忘れちゃったんだけど、二輪なんたら割引みたいなやつがあって、一回使いましたけど、ちょっと面倒くさいのよね。これ高速道路ツーリングプランとは逆で降りちゃダメなんですよ。高速道路を乗って100キロ以上、指定区間内のルートに限り、路線っていうんかな、道に限りインターとかね降りないで連続して100キロを通行すれば割引対象になりますっていうやつなんです。で半額って歌ってるんですけど、これ普通車と比べて半額なので、二輪はねもともと軽自動車枠ですから、そこから半額ではなくて、半額ってい こう触れ込み PR してるけど、思ったほど安になってないっていうね。意外とね、それとあと100キロって結構
っぽいなっていう。こちらはあのツーリングプランと違って走ったら割引なので、あの走らなくても料金は発生しないっていう。確かね、ツーリングプランはもう乗る乗らない関係なく、回数関係なく申し込んだらもう料金が定額発生するっていうプランになります。掛け合わせはねできないみたいなので、一番値引きの高い、値引きの多いやつが適用されるという確かなってましたので、皆さんもねルート考えるときとかにはまあ活用していただいたらいいんじゃないかな。ツーリングプランはねマジいいですね。ただツーリングプランのそのルート、お住まいのところから、まあ、乗るとしてですけど、近くにまあそのエリアがないと、自分の家の近くの、まあ、インターから乗って、で指定されるインターを通過してっていうケースの場合、次の自分の目的地はその範囲を超えた先にあるっていう場合、ツーリングプランのエリアの中にあるインターチェンジですね、出入り口を通っていないっていう状態だったりすると適用されませんので、もしそういうねプランを立てられている方は途中で一回降りてください。そしたら適用されますので、で、ね、この縛りがあるんでね、関東行った時とか福岡行った時にこれ使えないかなと思ったんだけど、降りなきゃいけないっていうのがめんどくさくて、でついでに管理管轄している JH それごとにあのプラン組んでるんで、それぞれに申し込まなきゃいけないっていうこともあってですね、すごく辛かったんですよ。ルート設定がね、ここまで来てさ電波つながらんはないでしょと思うんだけど、左より右の方がくねくね道っぽいので、右の方へ行きます。左方向です。ごめんね、深山の方へね、くねくね道の方へ行くことを選択しました。さあ新しいルートで案内してくださいよ。案内してくれない、拗ねたかな。まあ、これから深山の方へ向かいます。今日も新しいルートで来た。はいはい、来たね。そうそう、では今日の動画もここで終了したいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。またどこかの道でお会いいたしましょう。それでは今日のややでお別れとなります。さようなら。Sometimes the elements get the